しのみんです。ですね、今回動画はですね、京橋にあるトヨというお店にですね行ってきたっていう動画でございます。トヨというのはですね、京橋にある、大阪の名店ですね。いつからあるのかよくわかんないんですけど、多分20年、30年、もっとかなという感じでですね、あるようなお店でございます。面白いのはですね、これお店というよりも道路脇にある壁も何もない、どっちか言ったら屋台みたいな、そんなお店なんですね。でですね、裏はお墓っていうようなところでございますが、すごくですね、一つの特徴としてマグロがすっごい美味しい、安くて美味しいっていうようなお店でございます。で、あとですね、ウニも美味しいのでございますが、北海道のですね、ウニ漁が乱獲でですね、やってないというのが現状でございましてですね、本当に残念なんですが、ウニの方は今やってないような感じでございます。ということでですね、入荷できてないのがすごい残念でございますが、どんな感じだったんでしょうかということですね、よかったら動画の方を続き見てください。それではどうぞ。You know I want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. And then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. When I'm with you.ちょっとですね、店の詳細をお伝えしておきます。営業日がですね、実はですね、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日っていうような形でですね、日曜日、月曜日、木曜日は、お休みというようなお店でございます。でですね、火水金はですね、一応営業時間が14時から20時みたいな形になっております。で、土曜日は12時半から19時30分みたいな形に現状はなっているような感じでございます。ホームページというか、サイトによってはですね、15時からとかですね、というようなところになってるかと思いますけど、我々入ったのも金曜日の14時半ぐらいでございます。ということでですね、大体それぐらいの時間からはやってるんではないかと思います。でですね、割と1時間ぐらい並ぶこと結構多い、あんまり並びたくないなと思う方はですね、14時半ぐらいにですね目指してですね、早めに行くっていうのがいいのかなと思います。
ということでですね、もし東京とかですね、他のところからですね大阪に出張に来られる方がいましたらですね、ぜひ大阪のですね豊を目指してみたらいかがかなと思います。すんげえ話のネタにはいいかと思うんで、お勧めさせてもらいたいと思います。それでは、いろいろですね全国の美味しいものの情報とかですねお伝えしていきますんで、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。